立憲民主党の代表選挙について伺います、はい、まだ今のところ枝野元代表が立候補表明しただけですけれども、まあ、その枝野代表の会見の中で憲法改正について、まあ、緊急事態条項なんか独裁条項だというような発言もありましたけど、まあ、それについてどう受け止めているかということ、あと国民民主党の関係については、まあ、連合の吉野会長と会った後にですね、まあ、勝意を超えて内道につきたいというようなご発言もありましたが、それについてまあどういうふうに受け止められてますでしょうか。まあ、緊急事態条項が独裁条項というのは、多分この間の衆議院の憲法審査会の議論を必ずしも枝野代議士はフォローされていないのかなというふうに思いますね。2012年の、自民党の憲法改正草案の緊急事態条項は、まあ、人権制約的なところもあってそういった面があったかもしれませんが、それではとても与野党のコンセンサスが得られないということで、まず我が党が緊急事態においてもですね、行政の権限が、まあ、ある意味暴走しないようにですね、権力の統制条項としての緊急事態条項をまとめて条文案を示し、そしてそれを日本維新の会や有志の会にもお示しをした上で3党の共通条文案というのを作ってきた経緯があります。独裁をむしろ抑制する中身になっていることについてはですね、よくご覧いただければ、憲法については造形の深い枝野代議士でありますので、ご理解いただけるなというふうに思いますので、それは中身を、まあ、最新のですね、議論をぜひフォローいただきたいなというふうに思います。ただ一方で、まあ、自民党のこの総裁選挙が始まるとですね、急にまあ緊急事態条項といって、これまでの自民党も含めた丁寧な憲法審査会の議論を無視してですね、何かこう非常に勇ましいですね、まさに行政権の権力の行使を容易にする、まあ、いわゆるこれまでのですね、ステレオタイプの緊急事態条項を何か掲げる、まあ、保守派にアピールするためかもしれませんけれども、そういうことが言う人が急に出始めているのも非常に残念だなと思いますので、まあ、与野党を超えてですね、もう数国会通じて丁寧に議論して、少なくとも5会派においては一致点を見出した、いわゆる緊急時における国会機能の維持条項としての緊急事態条項についてはですね、冷静に内容をご覧いただきたい、評価いただきたいと思いますね。国民民主党の関係について、はい、ちょっとどういうご趣旨でおっしゃったのか分かりませんけれども、まあ、4年前のことを思い出したなという感じですね。はい、自立通信のお疲れです。はい、自民党総裁選で昨日河野太郎デジタル大臣が会見しまして、その中でこの裏金の問題について一つのけじめとして、不記載になった、収支報告書に不記載になった額を返還するのがけじめだという趣旨をおっしゃいました。まあ、どこに返還するかとかはちょっとその場でおっしゃらなかったようなんですけれども、まあ、こういった提案についてどのように受け止められましたか。まあ、いろいろね、今回総裁選挙に出られる方が政治と金の問題について新たなことをおっしゃってるんですが、まずこれはまあ河野大臣に限りませんけれども、何か提案があるならですね、なぜ政治資金規正法の党内議論の時に言わなかったのかっていうことですよね。今になってこうあれもすべきだこれもすべきだと皆さんおっしゃいますけど、それ早くやってよっていう感じですよね。だからまあどこまで実効性があるのか非常に疑問ですけども、まあ、それを言うならですね、結局真相究明が全く行われないままですね、まあ、私何度も言ってますが、病気を判断するレントゲン写真も一枚も撮らずにですね、なんかそこは本当に幹部なのかってところをこう切って手術したふうにしてるってこと自体がやっぱ問題なので、そんなことを言うんだったらですね、調査やり直してほしいですよね。で、実際私的に使ったことは一切ないというふうにですね、報告書ではまとめてますけど、少なくとも堀井学議員はサウナに行ったとかですね、もう言ってるわけですから、だからその私的に使った例がもう現に出ているわけですから、内部調査の信憑性自体がね疑われているので、まずやるんだったら再調査ですよ。で、その上で、もし必要であれば再法改正をですね、
改めてやるっていうようなことをしないと、なんか金返して終わりみたいな、なんか万引きして盗んでね、盗んだものを店に返したから無罪放免って話でもないでしょう。そもそも誰がどれだけ盗んだかが分かんないっていうような状態を放置していることが問題なので、もしやるんだったら島内調査をやり直しですよ。そういうことをちゃんと掲げてやる。そして法令違反を犯したようなね、いわゆる裏金議員のような方はもう公認しないということぐらい徹底しないと、やっぱ変わったとは見なされないんじゃないですかね。読売新聞の水と申します、はい。立憲の代表選についてのちょっと質問なんですが、はい、昨日予定者説明会を行われて7陣営参加しまして、若手や女性候補の擁立を模索する動きっていうのも出てきております。こうした動きを代表また等のことではあるんですけど、どのように見ていらっしゃるかっていうのと、あと代表選で臨む議論のあり方、どういったことを議論してほしいかっていうのがありましたら、改めてお願いできますでしょうか。はい、まず一般論で申し上げると、若手や女性がどんどん出てくることは、私は素晴らしいことだと思います。まあ、実際ね、7人だと140名なんで、議員の数超えちゃうんで、なかなか難しいと思いますけれども、まあ、そういう若手や女性が挑戦するっていうのは、私は望ましい姿だというふうに思いますね。で、議論をしていただきたいなと思うのは、まあ、これは従来から申し上げているし、連合も申し上げているんですが、やっぱり政権を担うということを目指すのであれば、国家の基本政策についてですね、今まで党の中バラバラだと思いますが、やっぱり一つにまとめていく、そのきっかけとなるような議論をぜひやってもらいたいなと思いますね。安全保障、外交、原発を含めエネルギー政策、そして憲法ですね。先日時事通信さんの報道かなんか見ましたけれども、日教組の親玉だとも言われた越井氏東大先輩もですね、九条一項はこれはもう侵略戦争をしてはならないということで維持するべきだ、私もそう思いますけれども、九条の二項に関しては議論したらどうだということをですね、まあ、越石東先生もおっしゃっているわけで、リベラルとか左派とかって言われるような人でもですね、そういうある種 その柔軟性があったことが2009年の政権交代を実現したんだと思いますね。まあ、もちろん政策にこだわるのはいいんですけども、やっぱ現実は動いているので、その変化する現実に合わせてどのように柔軟に対応していけるのかということも含めてですね、ぜひその3つのテーマについては党内議論をしっかりやっていただければなということを我が党としては期待をしています。ちょっと関連する部分もあると思うんですけど、まあ、この立憲の代表っていうのは、まあ、野党の代表というかリーダーを決める選挙でもあるかと思うんですけど、まあ、なかなか今次期衆院選も候補者がかぶっている状況でという、まあ、なかなか難しい状況かと思うんですけど、この野党第一党の代表っていう人に望むリーダー像みたいな代表お考えがありましたら伺えますでしょうか。まあ、連合が推薦したような候補に上からかぶせてこないようなリーダーがいいですね。全体として野党をまとめていくっていうのは野党第一党の責任の一つだと思いますけど、であれば、まあ、言ってることでやってることを一致させてもらいたいなと。それは、まあ、リーダーのみならず、リーダーが構成する執行部が、まあ、そういう方向を明確にしてもらいたいなと。まあ、言ってることでやってることが違うなということになると、なかなか信頼関係も生まれてこないので、まあ、その辺はぜひ一致させてもらいたいなと思いますね。